ザ本屋さんチャンネル、ザ本屋さんの高橋です。今回も先週100冊シリーズお送りしていきますんで、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい、では今回紹介する本はこちらですね。人は話し方が9割、こちらですね、長松茂久さんの本でですね、2019年に発売された本です。こちら2021年ですね、一番売れてる会話の本、ビジネスランキングで1位ということで、かなり売れました。そしてですね、いろんな人が読んでるかと思いますが、あえてですね、まだ読んでない人に向けて紹介したいと思います。中松さんといえば、人材育成の会社とかですね、本もかなり多数、出版してるんでですね、かなり読みやすくですね、すごいかなり慣れた感じで、本を書いてるなっていう印象を受けました。でこちらですね、どういう人におすすめかというと、一つ、うまく話したい人、私も全然うまく話せません。これ読んでですね、結構勉強になりました。結構じゃなくてかなりですね。二つ、接客業をしている人、実はこちら私どもですね、接客業本屋さんやってるんでですね、社員研修の時にですね、ちょうどこちら使わせていただきました。三つ目、運のいい人になりたい人、こちらですね、言葉がいかに重要か、言葉がですね、言葉次第で、こう月が回ってくると、そういうこともですね、書いてあってですね、運が良くなりたいとか、月をですね、こう自分に向けたいとか、そういう方におすすめです。こちらですね、どういう内容かと言いますと、会話をする上でですね、どういうものが必要かと、本当のスキルが、書かれている本です。で、こちらですね、話し方っていうんでですね、話し方を上手になるとか、すごいですね、弁が立つとか、そういうことじゃなくてですね、聞くことが大事と言ってるんですよね。で、あとはメンタルですね。メンタル次第でですね、話す前にですね、メンタルをしっかり整えようと、そういうようなことを書いてあります。で、人に関わることでですね、不信感とか不安感とかって誰でも持ってるんで、そのメンタルをいかに整えて話すかっていうのが非常に大事だと書かれております。こちらですね、長松さんいっぱいこう本出してるだけあってですね、いかに単純に消費者に分かりやすくっていうことをですね、念頭に置いて書いてるんだなと思って、非常にこう単純で分かりやすい本です。で、私印象に残ったのはですね、褒める時の最強ワード、やっぱりを使うと。で、褒められた時にですね、しっかりそれを受け取ると、それ日本人ってですね、結構こう謙遜しがちなんで、そんなことないですよって褒められたら言うんですけど、それをこうしっかり受け止めましょうということと、あとは自分が一番大事だと。人はですね、自分のことが一番好きなので、写真例えば撮ったら、みんなで集合写真撮ると必ず自分のところに目がいくと。それだけですね、人っていうのは自分のことが好きなんでですね、自分の話を聞いてほしい、自分の話をしたいっていうのがあるので、そういった意味でですね、聞くことが大事ということをですね、書いてあって、ああなるほどなと、普段ですね、私もこういろんな、方と会う機会があるのでですね、そういう時にですね、まず聞くことっていうのを収集するようになりました。話し方苦手だという人ですね、ぜひですね、こちらかなり読みやすくなってるんでですね、おすすめの本になってますんで、ぜひ読んでみていただければと思います。ザ本屋さんチャンネル、ご視聴いただき誠にありがとうございます。今回紹介した本が面白いと思いましたら、ぜひ読んでみてください。引き続き選手100冊シリーズお送りしていきますんで、ご視聴の方よろしくお願いいたします。